ん、ありがとう。はい、皆さん、よくやった。これからも頑張ってください。最近環境の変化と事件が起こるのを注意しなければいけません。特に独立の舞台をどんな状況でも自信をなくさないように頑張らなければいけません。心を込めて任務を達成するのだ。今中国での反日行動はだんだん葬式になっているので、あ、来た。これは注意しなければいけません。これからも皆さん、天皇のために早めに行動し始め、抵抗を取り戻し、将軍を守れ、将軍を守れ、将軍を守れ。将軍を車に早くしろ。
在这一会儿，马上就出现场了。